ムーンのゆかです。ムームーンのまさきです。この度我々ムームーンは月面基地というファンクラブを設立させていただきました。はい。そして、その中で月面基地の、人たちだけにの見れる届く。届くか、開放誌を作ることになりまして、第1号が完成しました。届いた人もいらっしゃるかと思いますが、この中身が、ライブの写真がいっぱい載っていたりとか、今までデビューしてから自分たちがどんなことを、この時のライブの時はあのことを考えていたなとか、そういうライブのムームー年表みたいなものを作ったりとか、たくさん本当に細かいところまでこだわって、写真を並べて、文章ですね。はい、昔のライブを一つずつ振り返ったりしてます。してますね。なので、懐かしいエピソードとか、みんなの初めて聞くエピソードがいっぱい載ってると思うんですが、あとね、コーナーでちょっと面白い「マサキ電機」っていう家電について語るっていうコーナーをやってたりとか、私が好きな映画にインスパイアされたファッションのお洋服を着てみるコーナーとか、映画を着るっていうコーナーがあったりとか、ファッションのページもありますね。ファッションページもあります。こんな感じです。あと、会いたい人に会いに行くっていうコーナーもあったいっりぱいありまと、す。いろいろあります。とにかく本当に読み応えがある。お風呂の中で読む人あんまりないかな、お風呂とか。お風呂ふねふねになっちゃうんですね。あとはまあちょっと息抜きの時とか、すごくプレミアムな一枚作品になってるので、ぜひ読んでほしいです。ムームーマガジン MM って書いてあります。 MM って読んでます。ぜひ読んでください。ということで、以上、ムームーのゆかと、先でした。また会いましょう。